皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。今回はスーパーファミコンのコンペティの艦隊、続きをプレイしていきたいと思います。前回はオーストラリアにこもるモルガン艦隊、これをおびき出して撃滅する作戦を行いました。航空兵力に損害が出ましたが、モルガン艦隊を壊滅させることに成功しています。今回はその続きになります。まず新兵器の開発なんですが、新しく開発できるもの現時点ではありませんので、全額経済投資へと回したいと思います。アメリカの兵器開発速度を遅らせる投資は前回で 100% に到達してますので、今手元にある2億4500万、このお金をですね、均等に割り振っていきましょう。では、これで次のステージへ進みまーす。激闘赤道海戦戦艦ヒエ。作戦の指令です。高杉艦隊は航空兵力をもってクリスマス島を攻略、これを破壊。なお哨戒に当たっている潜水艦から超大型の爆撃を目撃したと報告が入っている。これB-32 フライングデビルのことですね。続いて、戦略拠点についての説明です。クリスマス島には飛行場が健在、2つあるようですね。これらを破壊するのが最大の目標です。ちょうどこのクリスマス島の攻略作戦を描いたシーンまで OVA 見たんですけど、久しぶりにね、日本海軍が艦艇に損害を出すっていう、そういう、シナリオになってました。このゲームの中ではできるだけ損害が出ないようにね、気を配っていきましょう。では、ステージ開始です。まず、マップを見ておきましょう。クリスマス島が今回の攻略の、最大のね、目標になってますからね。こちらがそのクリスマス島です。飛行場2つですね。配備されているのが B-17。それに P-51 ですね。すでに紹介に残っているのが P-51 の戦闘機。これがもう出てますね。空対空ロケット弾持ってますので、この移動力7、空対空ロケット弾の射程5、このあたりにはしっかり気を配りましょう。そしてここには警戒しなければいけないデビル隊ですね。これが B-32 爆撃。移動力6。で、多弾ロケット弾の射程が2ありますので、これはね、本当に気をつけましょうね。で、味方の方ですが、まずは、こちらが、第一戦隊。ヒエですね。高杉提督の乗るヒエ。ここの三発弾をうまく敵にぶち込んでいきましょう。で、空母の方ですが、こちらがですね、加賀。OVA の中では撃沈されてしまっていましたけども、ここに、軍式の春蘭が入ってますので、これで、フライングデビルを撃墜して回りましょう。で、続いてこちらにも空母があります。ここが空母としては総理ウヒリュウですね。艦載機の編成としては艦上の攻撃機になってますので、これを使ってクリスマス島を爆撃する、そういうイメージかなと思います。昇格随国の方は軍式の春蘭。なので、このあたり前期発進させていきましょう。では、早速部隊を展開します。部隊展開しました。春蘭を展開済みです。あとは高杉艦隊、機関、ヒエの3発弾の射程ですね。この3っていうのは頭に入れて、こちらにいる B-32、フライングデビルを一気に殲滅していきたいので、発射のタイミング、十分に検討して撃ちたいと思います。
双方部隊を展開している中、左舷戦備、新たな敵機接近の報告です。どこに現れたのかちょっと見ておくと、マップの左上ですね。左上から敵部隊が侵入してきてるな。ここにルシファー隊か。これも B32 フライングデビルですね。このフライングデビルにも備える必要がありそうなので、春蘭の一部をそちらに警戒として回してもいいかもしれないですね。まだ距離はありますので距離は取っておきます。一方、前方のフライングデビル隊ですけども、これ次のターンで攻撃されるな。一番近いもので移動力6、多弾ロケット弾が2、合計8マス攻撃レンジ持つことになりますので、1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと下がる必要があるな。部隊ちょっと下げましょう。フライングデビルが迫ってきている状態です。これが今現状の配置状態ですね。これ3発弾撃つ絶好のチャンス到来と見て良さそうなので、これ3発弾で一気にフライングデビル隊を撃滅しましょう。3発弾の威力をここで再び発揮したい、まあそういう局面ですよね。3発弾を撃ってフライングデビル隊を全部で7ユニットかな、排除できそうですね。使いましょう。あとは分式の瞬乱で残っているフライングデビルとその護衛の戦闘機ですね、これを排除してまいります。もうこれで手持ちの3発弾はなくなりました。では戦闘機瞬乱発進していきます。まずはですね、ちょっと邪魔な敵の戦闘機いるんですけど、まあそれよりも先にフライングデビル、これを撃墜しちゃいます。フライングデビル相手にどれくらいで落とせるかですよね。あ、一撃死させられるのが確認できたので、これだったら残りのフライングデビルも一撃させて回りましょう。敵の護衛戦闘機も空対空ロケット弾持ってるので、できるだけ遠いところから一方的に攻撃をしていきたいので、攻撃する順番は十分に配慮したいと思います。 P51 戦闘機、これが空対空ロケット弾持ってますね。射程が5です。P51 があとどれくらいいるかだな。ここにも P51 で、爆撃隊に関してはまあ放っておいてもいいと思うので、残っている P51 の戦闘機が全部で3ユニット確認できましたね。この3ユニットをうまく排除していく必要がありそうですね。まずは後方に迫っていっているフライングデビル、ルシファー隊、これの撃墜から行っておきます。OVA の中ではこの戦いで従順チクマなんかも大破させられてたと思うので、今のところね、あの艦艇にダメージは出ていないので、うまくゲームと OVA で違う展開が起こせてるかなと思うんですけど、軍艦にダメージ出るとね、損害がむちゃくちゃ大きいですからね。できるだけやっぱり軍艦にはダメージが出ないように、まあ、十分な配慮したいですよね。では残ってる P51 の戦闘機に攻撃仕掛けていきます。春蘭のロケット弾の射程が6、 P51 のロケット弾の射程が5なので、6マスのところから攻撃すれば一方的に攻撃ができます。
一撃で落とせるかどうかってところですかね、あとはね。ちょい残しになっちゃうんだな。ってことは、一部は残ってしまうと思うので、まあ、手前にいるものから攻撃する方が良さそうですね。これは一撃死できたか。あとはこちらにいる B17。これが移動力5。1000ポンド爆弾の射程が1なので、これに比叡が近づかれると攻撃を受けてしまう。まあ、そのリスクが出てきます。では、後方に下げた部隊ですね。ちょっとずつ前進していきましょう。さらにフライングデビル、増援が現れましたね。このフライングデビルには、軍式の春乱で対処します。で、前方の B17。これも軍式春乱で対処しましょう。で、艦隊の方はクリスマス島に近づいていって、爆撃隊を発艦させていきます。はい。あらかた敵の戦闘機排除しましたが、ルシファー隊がですね、際限なくマップの左上から登場するので、このルシファー隊に備えるために、噴式の春乱をですね、まあ何機か残して、残りをクリスマス島に差し向けたいと思います。どれくらい出てくるか全くリハーサルやっていなくてわからないので、空母も残しておきましょう。で、弾が切れたら空母で補給をするっていうね、この流れを、作っておきたいと思います。では、クリスマス島に向けて艦隊は出撃です。では、クリスマス島に1トン爆弾を積んだ総山で爆撃していきましょう。OVA の中ではね、損害を受けた高杉艦隊、まあその機関でもある、比叡が、このクリスマス島に夜間に艦砲射撃を浴びせかけていたと思うんですけども、まあ、この中では、フライングデビルをしっかり撃墜できたので、まあ艦艇に損害も出ておらず、艦載機も無事な状態なので、このままクリスマス島に攻撃を仕掛けていきます。紺碧の艦隊に今すごくハマってまして、PCFX の紺碧の艦隊も、購入しました。まだ手元に届いてないので、手元に届いたら、皆さんにもね、ご紹介したいと思うんですけど、なので、まあ、このスーパーファミコンの紺碧の艦隊ももちろんプレイ続けますし、あとはパソコンでね、プレイできる、紺碧の艦隊2アドバンス、これもね、手元に用意できているので、プレイをしていきたいと思いますし、先ほどお話した PCFX の紺碧の艦隊、これもプレイしていきたいと思いますので、紺碧の艦隊のね、ファンの方いらっしゃったら、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。では、クリスマス島攻略完了です。損害が少し出てると思うので確認しましょう。航空機、これ春乱ですね。春乱を22機喪失です。米軍の方ですが、クリスマス島に2つあった飛行場、これ両方とも破壊してます。航空機136機、これ破壊してますけども、このうち大半がフライングデビルですね。これも撃墜しています。はい。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね。またこの続きをプレイしていきたいと思います。